はい、物販のブースに来ました。こちらには結構バイクメーカーとかもブース出していて、今後ろには、リンダルのブースがあります。ブレーキのディスクとかで有名なリンダルですねがあります。ちょっとフラット見に行ってみようかなと思います。はい、ここにはダイナのバイクがあります。まあ、リンダルのブースの前にあるのでリンダルのディスクをつけているバイクで、キャリパーがピカピカ光っている感じですね。塗装がすごい綺麗で、めっちゃラメが入ってこの太陽光と相まってめっちゃ光ってます。でヘルメットも同じように紫のフレームスが入っています。いやダイナね、自分も乗ってますけど非常に乗りやすくて、いいバイクだなと思いますし、アメリカでもねダイナ乗ってると本当に非常に多くていろんな場所で見かけます。奥にもね、ツインサムの、チョロスタイルのバイクが、2台あります。後ろのマフラーがめちゃめちゃ長いですね。こちらはねバラをモチーフとした、バイクで、このカムカバーとかエアクリーナーとか全部彫ってあるんですよね。エンジンガードもフェンダートラットもしっかりですけど、とても手の込んだバイクかなと思います。で、フロントのホイールはこんな感じでカッティングされているフォークですねが入っていて、フロントのフェンダーもこんな感じでラメが入っていて、ちょっとこれ何層になっているかわかんないぐらい結構細かく作ってますね。はい、日本でおなじみの S&S とパフォーマンスマシーンのブースに来ました。ここにはミルウォーキー8とかダイナとかいろいろ置いてあります。ちょっと見ていきます。やっぱねこのカラーリングがいいですよね。アメリカらしいビビッドな感じで、これはダイナですね。ダイナに RT の香りをつけたバイクとなります。フロントはこれ多分21ですかね、21インチで、ゴールドに塗られてあります。でエアクリーナーとかはもうパフォーマンスマシーンのものに変わっていて、マフラーはパンツの2 in 1のものになってますね。でこの辺のカムカバーとかミッションのケースも全部パフォーマンスマシーンのものになってます。パスはプログレッシブのタンク別体のものになっています。めちゃめちゃ速そうなバイクですね。塗装がね本当綺麗ですね。ラメラメっぽいバイクも多いんですけども、意外とこういうラメが入ってないバイクでも綺麗なピントが入っていたりとか、本当によく仕上がってますね。でシートはサドルメンとパフォーマンスマシーンのコラボのものになってますね。これ見たことないですね。だいぶ仕上がっているダイナがまず1台目にあります。で2台目も、ダイナですね。こちらもだいぶ速そうな感じで、アウターのチューブがこれもパフォーマンスマシーンのものになってますね。でホイールもパフォーマンスマシーンのものになってます。こうパフォーマンスマシーンのホイールってこう5本なんですね。よく7本とか9本とかいろいろありますけど、5本っていうのは結構少ないなと思います。でも非常に、まあ、隣のバイクもそうですけどシンプルでかっこいい作りかなと思います。でキャリパーはもちろん PM のキャリパーが付いてます。これ13インチですかね、ディスクはちょっと詳しくわかんないですけど、結構径が大きめのディスクかなと思います。でオープンプライマリーになってますね。
こう走りに特化したバイクでオープンプライマリーって珍しいと思うので、この辺もこのバイクの特徴かなと思います。でこういうケースも PM で揃えていて、これつけてる人あんま見たことないなっていう気がします。やっぱりカムカバー、トランスミッションカバーは PM のものに変わっています。で最後1台がこちらですね、パフォーマンスバーガーですね。こちらはロードグライドがベースになっています。エンジンは多分これ M8 だと思います。でこちらも PM のキャリパーで、ディスクもパフォーマンスマシーンですね。こちらのホイールは先ほどと違って結構この線が多いタイプのホイールとなってます。でエアクリーナーはこれはちょっとどんな仕組みなのかよくわかんないんですけど、めちゃめちゃ複雑なタイプですね。なんかよくスーパーチャージャーって呼ばれてるタイプのバイクは、こういうエアクリーナーしてるバイクが多いんで、もしかしたらそういうタイプのバイクなのかなと思います。マフラーの取り回しもいまいちどうなっているのかわからないんですけども、前のシリンダーがここから出てずっと後ろのシリンダーまで行って繋がっている感じですね。この液体がどこに繋がっているかがちょっとよくわかんないんですけど、多分一回ここに入っているんですね。ここに入っていってこう繋がっています。で、ミッドコンになっています。 PM のミッドコンですね。 PM のミッドコン最近ちょいちょい見ますね。タンクも、まあ、ラメベースで上が青、下が黒で真ん中に PM のロゴが入ってます。だいぶ速そうな仕上がりになってますね。で、タフはプログレッシブのタンク別体のものが入っていて、でこれはね、50周年のバイクみたいですね。なのでもしかしたら新カムかもしれないですね。ちょっといまいちよくわからないんですけど、ただとてつもなく速そうなバイクがこちらになります。はい、ここはハーレーのオフィシャルのブースの部分なんですけども、珍しく FXR の新車ではないんですけども、まあ、9000マイルぐらいしか走ってないとても綺麗な FXR がありました。これは FXR2 なんでハーレーとして最初の CV 用モデルですね。今ではね、CV 用モデルたくさんあるんですけども、ハーレーとして初めて出した CV 用が FXR となります。本当まだ売っているような感じのクオリティでめちゃめちゃ綺麗ですね。タンクはこの赤、ワインレッドみたいな赤ですね。まあ FXR 好きなのでこういう本当に真新しい FXR が見えるとね、結構テンションが上がりますね。で意外とね、これ車高がね低いんですよね。さすが短めで、ストックの FXR って乗ったことなくてよくわかんないんですけども、自分は、まあ、結構ギアの差を上げてるんで高めなんですけども、純正だとね結構低めで、すごいね足つきもよく乗り心地良さそうです。でシートは、まあ、これはさすがにちょっとストックじゃないと思うんですけども、幅広でこちらもふかふかして気持ち良さそうです。なかなかこんなに綺麗な FXR 見えないんで感動してます。はい、ここには日本でも使ってる人が多いと思うんですけども、クラッシンサプライのカスタムバイクがありました。これはローライダー ST で、まあ、自分から見て右が青で左が赤という感じですね。でここにねスラッシンと書いてあって、青とシルバーのピンストが入っています。でまあスラッシンのバイクなんでパーツはねほぼこういうフリップとかもスラッシンですし、このフットボードとかタイマーカバーとか全部スラッシンですね。でマフラーもスラッシンです。このピンストの内側にもスラッシンと書いてあって、バーンドシールドの部分も、青でね縁取りされています。で後ろにはこれはね
ハリウッドとペイントされています。で、こちら側が青い方ですね。青い方もこれいいですね、黒く塗ってあるんですけども、オレンジで縁取りされているバーンドシールドのマークですね。で、あとこのケースの外側にもスラッシンと書いてあって、ここにはね、あのオレンジで縁取りされていて非常に綺麗ですね。で、この線は内側にグラデーションがかかっているところも非常に凝っている部位だなと思います。で、もう一台スラッシンのバイクがあって、こちらもローライダー SP なんですけども、あのブラウンベースで仕上がっていて、これ多分スラッシンの動画にも出てきたバイクで、ここがねカーボンになっているんですよね。ベアリングがカーボンになっていて、フロントのフェンダーもカーボンになっています。で、オーリンズの形に変わっていて、でエンジンは、ステージ4に上がっているので、ちょっと131キュービックインチ、このぐらいまで上がっていると思います。で、タイマーカバーとかケース、あとロッカーカバーも全部黒くなってますね。で、タンクからこのフェアリングにかけてラッシンの文字が入ってますね。こちらから始まってこっちに繋がっている感じですね。で、リアフェンダーとかも全部こんな感じで PC のロゴが入ってます。で、この カバーの後ろのところにもラッシンの彫りが入ってますね。で、シートは、サドル面とコラボのものですね。このシングルシールド良さそうですね。で、タンクの真ん中に PC のマークが入ってます。いや、動画では結構見ていたんですけども、実際にこうやって車両を見るとね、コラボの強さが上がりますね。もうこのスケールが丸見えで、ウィンカーとかのセクションが全部前の方にあるどうやってユニカーを出すのかちょっとよくわかんないんですけど、非常に面白い作りをしています。 FXLRSP を以来、ご紹介しました。はい、そんな感じでボーンフリー2日目、そろそろロサンゼルスの方に戻ろうかなと思います。初めてボーンフリー来たんですけども、非常に見応えがあり、また来年もぜひ、ね、来たいなって思う、内容でした。で、日本から来てる方も結構多くて、英語アレルギーある方でも全然問題なく楽しめるイベントかなと思います。ちょっと場所が山の中なんで、レンタカーとか借りないと行きづらい場所なんですけども、それでも、まあ、ハーレー好きな方、バイク好きな方はね、一度来ていただけると楽しめるかなと思います。で、ボーンフリー限定のアイテムも売っているので、こちらもゲットしたりして、なんか本当に思い出になる2日間だったなと思います。本当に来てよかったと思います。このチャンネルでは、バイクをはじめ自分の興味あることをご紹介しておりますので、いいねやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。あと Twitter、Instagram もやってますので、そちらもチェックしていただければなと思います。ではでは。